この物語は明治中期、地方に住む貧しい一人の少年が逆境にもめげず自らの運命を切り開いていくひたむきな姿を描いたものである。その少年の名は相川五一。ほら帽子。ダメじゃないの？ちゃんとしなければ。いいったら。時間がないんだから。これ五一。行ってきます。しょうがない子。おい、行こう。今日は遅いんだぜ。だってまだアキちゃんが来ねえよ。あいついつも遅えな。グズグズしてると遅れちゃうぜ。そんなこと言ったってアキちゃんが来なくちゃダメじゃないか。でも俺は遅れんのやだ。じゃあ置いていっちゃいっていうのか。かわいそうじゃねえか。よし、アキちゃん家行くのは俺だけでいい。みんな先に行ってくれ。うん、じゃあ行くぜ。じゃあな。アキちゃん早く遅れちゃうよ。待ってよ。田中。はい。高木。はい。斉藤。はい。福野、なんで遅れたんだ。寝坊したんだな。なんで朝寝坊なんかするんだ。山村、お前はどうしたんだ。お前も寝坊したのか。しょうのないやつだ。二人ともそこに立っていなさい。今日は授業を始める前にみんなに聞いておきたいことがあるんだが、来年の4月から町に中学校が開校するのはもうみんな知ってるな。はい。それには入学試験があるし、その準備の都合もあるから、中学に行きたい者は手を挙げなさい。どうする？行くのかよ。行くのかよ。誰もいないのか。先生、私行きたいんです。そうか、行きたいのはいいが、遅刻するようじゃ入学試験は受からんぞ。違う。なんだ、まだできんのか。じゃあ誰かやってみろ。よし、じゃあ相川。はい。うん、よし。バカだな。中学になんか行ったってどうするんだ。だってお父ちゃんがやってやるって言ってるんだもの。よせよせ、中学なんか行くと生意気になるだけだって薬屋の旦那が言ってたぞ。行きたいものは行ったっていいじゃないか。そりゃそうだけど、何の商売にも役には立たないってさ。立つか立たねえかはやってみなきゃ分かんねえだろ。そんなこと言うならおめえも中学に行ったらいいじゃねえか。俺はどうだかわかんねえよ。嘘つけ。俺はお前が中学へ行きてえこと知ってんだぞ。でも貧乏だから行かれねえ。そうだろ。行くよ、俺はきっと行く。それ見ろ、
やっぱり行くんじゃねえか。テントリムシ、ウビテスケ。なんだこの野郎。よせ、よせ、よせったら。五一は悔しかった。貧乏だから中学へ行けないのだろうと言った作次の言葉が五一の耳から離れなかった。ただいま。おかえり。ねえ、おっかさん。何？やっておくれよ。いいだろう？どこへ行くんです？中学へさ。そんなところへ、お前。だって、伊勢屋のあきちゃん行くんだぜ。だから俺もやっておくれよ。よう、おっかさんってば。そうはいきませんよ。蔵がいくつもあるような、あんな大きなお家の息子さんとは一緒になれっこないでしょ。うちは稲葉屋さんにお家賃も払えないくらいなんだから。だってアキちゃん勉強は全然できないんだよ。ゴイちゃん、中学へはね、できる人ばかりが行くんじゃないんですよ。そんなこと言ったってできないやつなんか入学試験に受かりゃしないよ。よう、おっかさんってばやっておくれよ。ダメよ、いじっちゃん、まだ乾いてないんだから。それじゃお父っつぁんに相談してみましょう。なんというか知れないけど。お父っつぁんなんか、相談するったっていつ帰ってくるか分かりゃしないじゃないか。そうだねえ、おっかさん、あれがあるじゃないか、俺の貯金。ほら、おっかさんに預けてあるだろう。あれを使えばね、おっかさん。あればかりのお金じゃ。でも服ぐらいは買えるだろう。服だけじゃ中学は行けないのよ。それは分かってるよ。だからあとはうちで出してくれるんさ。よし、これから俺も袋張り手伝うよね。そうすりゃ大丈夫だろう。いいえ、行けません。ごいっちゃ。どうして？どうしてでも。それよりあなたは自分の勉強をなさい。勉強したっていけるんじゃなくちゃ俺嫌だよ。ご一致。勉強したっていけるんじゃなくちゃ、いけるんじゃなくちゃ。おれんは五一が貯金と言った時胸をえぐられるような思いだった。あれはお父っつぁんが相場に失敗した穴を埋めるために使ってしまったなんてどうして言えよう。どんなに行きたくても五一を中学にやれるような余裕はあるはずがないのだ。おれんは泣きながら心の中で謝るばかりであった。飛び降りるぞ。すげえや、あんなところから飛び降りるなんて。怖くなかったかい？うん、あれくらいへっちゃらさ。俺だってあれくらいの高さなら。作次がか？お前には無理だよ。できねえってのかよ。俺なんかこの間杉田橋の欄干の上をこうやって手離して渡ったんだぞ。へえ、そんなことできるんか。ああ。おめえそれ何遍くらいできる？何遍って、こっちの橋から向こうの橋まで行くんだぜ。俺なら向こうの橋から回り右して帰ってくるぜ。へえ、すげえや。うん、すごいな。本当かい？でも見てねえもん分かんねえな。ああ、そんならやってやるぜ。かっちゃんだってあきちゃんだってやったんだ。
これから行って見せてやるよ。すげえ、行こうぜ。うん、うん、きょうちゃん、気をつけろよ。よし、始めるぞ。気をつけて。頑張って。そうだ、もう少し。頑張れ、頑張れ。もう少し、あと一歩。やったー。あー、すげー、やったー。すごい、きょうちゃん。でも怖かったよ。すごいよ、本当に。やっぱりきょうちゃんだよ。ごいちゃん、おめえにも自慢できることあるかい？ごいちゃんは中学に行くってんだから、俺たちみてえな真似はしやしねえやな。そんなことないよ。じゃあ何ができるんだい？俺は鉄橋にぶら下がったんだ。汽車がゴーってやってきた時、鉄橋の枕木にぶら下がっていたんだぜ。へえ、すげえな。本当かい？本当さ。そうかな、ごいちゃんがそんなことやれんかな。本人がやったって言うんだから問題ないよなあ、ごいちゃん。うん、じゃあもう一遍やってもらおうじゃねえか。え、どうしたんだ、できねえのか。やっぱり嘘なんじゃねえか。嘘なもんか。おし、じゃあやってみろよ。今すぐにだぞ。今すぐ？そうさ、今すぐだ。よし、やってやると思う。汽笛一声新橋を、早わが汽車は離れたり、あたごの山に成り行きであった。作事なんかにバカにされたくないと思った瞬間、五一は自分でも思ってもみないことを言ってしまったのだ。四十七市の墓所、雪は消えても消え残る、名は千載の後までも。早く来ればよかったな。登りがもうすぐ来るよ。すれ違いだもん。ねえ、本当にやるのか。そんなことやるとおめえ死んじまうぞ。おめえがやめてって言うなら、俺サクちゃんに話してやってもいいぜ。やめろよ。キョウちゃん、登りがもうすぐやってくるぜ。どうする、ゴイチちゃん。でもエコジだな、おめえは。来るな、来るな。
やってくれたもんだ。とにかく急いで駅まで来てください。人間がぶら下がるところじゃありませんぞ。機関士が気がついたからいいようなものの、もしそうでなかったら大変なことになっとるところだ。申し訳ありません。五一、五一、どうしてあんなバカな真似をしたの。皆さんにご迷惑をおかけして。五一、言いなさい、どうしてなの。俺悔しかったんだ。だからみんなを見返してやろうと思って。その理由が何であったのか、いきさつを知らないおれんには分かりようがなかった。ただ中学へ行けない事情が五一をそんな行為に駆り立てたのではないだろうか。おれんはそう思ったのである。愛か、お前は自分の名前を考えたことがあるか。五一っていうのは実にいい名前なんだぞ。つまり我は一人なり、自分はこの世に一人しかいないという意味だ。そのたった一人しかいないものがあんなバカな真似をするってないじゃないか。人間は一度死んだらそれきりだ。一生ってものは一度しかないんだぞ。わかるな。お前は中学へ行って立派な人間になりたいんだろ。人生は死ぬことじゃない、生きることだ。たった一人しかいない自分を、たった一度しかない一生を本当に輝き出さなくちゃ。人間生まれてきた甲斐がないじゃないか。やろうと思えば何でもやれる。精神一等何事かならざらんだ。鉄橋にぶら下がるなんてことは悪い方の精神一等だが、他の者にやれないことがお前にはできたじゃないか。次の先生がね、とってもいいことを言ってくださったんだ。五一って名前はいい名前だって。この世に我一人なり、だから頑張って自分を生かすようにしなくちゃいけないって。俺勉強するよ。勉強して絶対中学へ入るよ。そしたら俺お母さん、また痛むの。お母さん、五一、お母さん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 。
老による心臓発作であった。幸い大事には至らなかったが、しばらくは絶対に安静が必要だと医者は言った。まだ痛い？すまないね、心配かけて。俺びっくりしちゃったよ。あのまま死んじゃうんじゃないかと思って。しばらく休めば元気になるわ。仕事だって溜まっているし、病気だなんて言ってられないもの。何言ってんだ、そんなことしたら本当に死んじゃうよ。五一は無性に悲しかった。母をこんなにしたのは自分のせいだと思わずにはいられなかったのだ。これ以上おっかさんにつらい思いをさせることはできない。中学へ行くことは諦めよう。そして働こう。それが自分の運命なのだ。五一はそう思った。愛する人に手紙を書く。破いてはまた書く。丸めた紙を窓に投げつければ外は雨、頬に涙。人生は海、青春が船。愛する人よ、私を助けに来て。その年の春、五一は小学校の高等科を卒業した。母の病気でやむなく中学進学を諦めた五一は、伊勢屋の番頭忠助の勧めでその伊勢屋へ丁稚奉公に出ることになったのである。お嬢様にはこちらの方がお似合いかと思いますが。いらっしゃいませ。何と言いましたっけね、この子の名は。五一でございます。呼びにくい名ですね。そんな名商人には向きませんよ。いっそのこと五助としたらどうですか。あ、なるほど、五助は結構ですな。
それもその子のは難しい五の字を書くんでしょうが、面倒くさくていけません。1234の5で結構ですよ。さよう、商人は万事直でござんせんとな。じゃあお前さんはこれから五助って言うんだよ。五助って呼ばれたらへいって返事をするんだ。それそれ、そんなことではダメですよ。ちゃんと返事をしなきゃ。へい。ごめんください。あ、ごいちゃん。お坊ちゃん、そんな風におっしゃっちゃいけません。これはもうごいちじゃなくて、お店に来てごすけになったのですから、ごすけってお呼び捨てにならなきゃいけませんよ。ごすけ、変な名前だな。呼びにくいよ、ごすけなんて。お坊ちゃん、このことはもう友達じゃないんですから、ごすけと呼び捨てにならなきゃお店の者に示しがつきません。さあごすけ丼、お坊ちゃんとお嬢さんにどうぞよろしくお願いしますとご挨拶なさい。さあ。あきちゃん。お坊ちゃんです。 お坊ちゃん、 お嬢ちゃん、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ごすけど、仕事が待ってますよ。かわいそうだな、ごいっちゃん。だって仕方がないじゃない、うちの奉公人になったんだから。でも、ごすけなんて僕呼べないよ。じゃあ呼ばなきゃいいじゃない、気が弱いんだから、兄ちゃんは。そして五一の伊勢屋での毎日が始まった。なんだ五助、この吹き方は。雑巾の跡が尾を引いてるじゃないか。すみません。よくゆすぎもしないで吹くからそうなるんだ。帳場はお店の顔だよ。やり直しやり直し。返事はどうした。へい。ごちそうさま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 。なんだ今のは。え？そんなお辞儀の仕方ってありますか。もう一度やってみなさい。ごちそうさま。それそれ、そんなお辞儀の仕方ってありますか。ただ首を下げればそれでいいってもんじゃありませんよ。いけません、もう一度やんなさい。今日何の心配もなくご飯が食べられるのは誰のおかげだと思う。それを考えればお前のお辞儀も変わってくるだろう。聞いてるのかい五助丼。へい。先に休ませていただきます。お前のお辞儀はね、頭を下げるときより上げるときに力が入りすぎる。それは相手を下げすんでいる証拠だ。もう一度やりなさい。お先に休ませていただきます。お先に休ませていただきます。お先に休ませていただきます。よろしい、お休み。お母さん、その後体の具合はいかがですか。一日でも暇をもらって
帰りたいのは山々ですが、一旦お店に来たからには人にあれこれ言われないように仕事に励みたいと思って我慢しています。仕事は決して楽ではありませんが、一番辛いのは五助って呼ばれることです。五一というちゃんとした名前があるのに悔しくてなりません。でも辛抱のできる限り辛抱して、いつかは五一という名前で胸を張って働けるところへ行きたいと思っています。五助、五助、五助どん、起きないか五助どん。見かけによらず力があるな。大抵のやつはこれでいっぺんに参っちゃうんだが。五助丼、何してるんです。早く早く。へい。いいえ、どういたしまして。これがお派手だなんて、この辺りの柄をお召しになりませんとご神祖様のお召しになるものはございません。あ、五助丼、お飯ののじあんを持ってきておくれ。へい、お飯ののじあん。やはり少し派手だわ。もっとおとなしい柄の方が。いえいえ、そんな。へい、お待たせいたしました。ん？のじあんだよ、のじあん。しょうがないな。これ、ちょっと見てやっておくれ。へい。あが、のじあんくらいわからなくて商売ができるかよ。すみません。お客の前でいい恥さらしだ。私が持ってまいります。いいから、どけったら。人の上に人を作らず、人の下に人を作らず、天より人を生ずるには万人皆同じにして。五助、何してんの？早くお出したら。へい。あたしの下駄よ、早くしてよ。
何してんの？遅いわね。へい。こんなの学校に入っていけやしないわよ。それじゃないわよ。違うわよ。そっちじゃないったら。おい、靴をくれ。違うよ、今日はもう一つの網上げの方だよ。それじゃないったら。そう、それなんだ、磨いてないじゃないか。すみません、すぐ磨きます。いいよ、時間がないから。それよりゲートル。おすけどん、停車場へ荷物持ってくんだろ。遅れちゃダメだよ。へい。ある数の127倍に8を加えれば3183となるという、ある数とはいかなる数か。どうだい、難しいだろう。でもできないことはありませんよ。じゃあやってみろよ。ゴスケ、ゴスケどん。ゴスケどんなら今お坊ちゃんのお部屋です。秋太郎の部屋？何をしてるんです？何でも勉強の相手とか。誰がそんなことをしろと言いました？風呂も焚きつけないで早く行って呼んできなさい。はい。ボスケ。へい。昨日の宿題できたかい？まだです。ダメだな、明日に間に合いやしないじゃないか。そんなことをおっしゃっても、お店が忙しくて手が回らないんですよ。だったら忠介にそう言って暇をもらえばいいだろう。そういうわけには参りません。私はお店で働かせていただいているんですから。それに宿題はご自分でやるもんです。チェ、そんなこと言って俺の勉強手伝うのが悔しいんだろう。もういいや、頼まないよ。井の用心。1尺4寸4分だから2で割ると、ゴスケどん、起きるんだよ、ゴスケどん。へい。へいじゃないよ。早く支度をしなきゃダメなんだよ。おっかさんが死んだんです。え？何を
ポカンとしてるんだ。おれんさんが死んだんだよ。今知らせがあったんだ。さあ早くお帰り。私も後からすぐ行くから、間に合わなくて残念だった。夜更けに急に具合が悪くなったらしく、お医者を呼んだ時にはもう手遅れだったんだ。母の死は五一を打ちのめした。自分はもう一人ぼっちなんだ。どっちを向いたってもう誰もいないんだ。そんな思いが五一を駆り立てた。この先どうしたらいいのか考えるすべもなかった。ゴスケドン、シュウスケさんがね、葬式が済んだら早くお帰りってさ。ゴスケドン、早く帰らないと叱られるぜ。店は今忙しいんだからね。いいね、頼んだよ。いいかい、お前のお父っつぁんはお店にたくさんの借りがあるんだよ。その借りはまだ一銭だって返してもらってないんだ。おっかさんはああいう人だから手間賃の中から少しばかり入れてたけども、それは利息にも追いつかないわずかなものだ。それだからこの借金はお前さんが返さなきゃならないんだよ。いいね、ゴスケドン、お前も一人ぼっちになったんだから、そのつもりで誠心誠意長く働いてもらわなきゃなりませんよ。借金のことは五一が初めて聞かされた話であった。そうだったのか。それで俺はここで働かされてたのか。五一は胸の底から父への怒りがこみ上げてくるのを覚えた。ここを出て行こう。人間借金の方なんかにされてたまるもんか。東京へ行こう。東京なら働くところだっていっぱいあるに違いない。うんと働いて立派な人間になって、借金なんか耳を揃えて叩き返してやる。五一はそう思った。お願いします。お願いします。今度の上りは何時ですか？6時5分。まだ時間はあるよ。東京まで1枚。
こうして五一は自らの手で新しい人生を踏み出した。この先どんな苦難が待ち構えているかもしれない。でも大丈夫だ、俺は決して負けやしないぞ。相川五一はこの世でたった一人しかいないんだから。五一は心の中で固く誓っていた。一つ見えない悲しみの